じゃあスタートします。はい。マイク上げていきます。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。ウェブラボネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きのアシスタント2人が小さな会社お店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、始まりましたね、今週は。はい、今日もね、またスタジオ違うところで。はい、そうですね、今日は、ちょっと、いつものスタジオじゃなくて、うんうん、ちょっと収録っぽいね、雰囲気がしますよね。はい、なんかね、いいね、こっちもね。狭い部屋で、うんうん、行っていきますが、はい、今日はなんか天気がすごい良くて、あ、そうだね、いいですね。なんか最近天気いいですよね、うんうん、沖縄も。なんか寒くはなってはいるけども、うん、日中ね、天気すごい、お天気いいんで、そうそうそう、温まって気持ちなんかポカポカ天気でね、なんか車を乗ると結構暖かいですよね、うんうん、日差し暑いかな、なんかクーラーかけてる僕来る時、ね、そうそうそう、私もなんかもう窓開けたり、ね、クーラーかけないとちょっとこもりますよね、うんうんうん、熱が本当、まあ、気温も上がってで、まあ、うちの、まあ、近所というかね、隣の道に、はい、まあ、石垣の道があるんだけども、はい、そこでも実はね、桜が咲いてたんだ。お、桜、うん、私なんかあまり沖縄に来てから、うん、桜を気にすることがなくなっちゃって、そっか、あまり近くで桜とか見ない、見ないかもしれない、もしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、なんか去年のちょうど2月ぐらいに沖縄帰ってきて、あ、なるほど、そうなんですよ、それから、うん、あんまり見てないから、うん、もしかしたらお家の周りないかな、そんなにあないんだ、いいですね、でもお家の近くに桜の木があると、うんうん、そう、意外とね、まあ、那覇市の首里の方なんだけども、はい、結構、まあ、道は狭いけども、うんうん、桜の木意外と多くて、あ、うんうんうん、いいな、じゃあなんか楽しみですね、そうそう、うん、これからね、まあ、もっと咲いてくるかなと思うんだけども、はい、うん、まあ、七分咲きぐらいしてたので、はい、楽しみ、あ、じゃあもう、うん、このポカポカの天気の、うんうん、せいっていうか、うん、おかげですかね、天気の影響もあるのかな、うんうん、ね、いい感じ、そうですね、寒いと桜も咲かない感じしますもんね、うんうん、あ、いいな、そっか、桜の沖縄の桜どんな感じなんだろうな、私結構、うん、東京とかで桜見るの好きで、多分 ね、種類は違うと思うね、沖縄飛寒桜かな、うん、飛寒桜、うんうん、向こうの桜とちょっと多分違うと思うんだけど ね、全然違います、うんうんうん、桜かな、だからちょっと私もちょっと空見て、うん、空見て上見て気にするようにちょっと気にして種類も調べてみよう、ね、そうですね、いいですね、うん、そっかそっか、もうすぐ春ですもん ね、楽しみ楽しみ、はい、今日1曲持ってきていただいたんですけど、うん、はい、ちょっとなんか思い出みたいなのありますか、あ、そうだね、今日かける曲は、まあ、ブルースプリングスティーンっていう、はい、方の曲なんだけども、はい、うん、自分が、まあ、小学生低学年かなって、その時ぐらいに隣のお兄ちゃんが4つ上のお兄ちゃんがやっぱり洋楽よく聴いてたの で、はい、で彼がよくかけてたのがこのブルースプリングスティーン でその中のこの今日かけるハングリーハートっていう曲なんだけど、はい、これもよくかけてて、僕すごいなんかね、うん、耳に残ってた、あ、うん、その時って何でかけてたんですか、うん、音楽は、そうそう、あの頃はね、まあ、ラジカセ、ラジオカセ、ラジカセスピーカーがね、なんか、うん、テープで、テープですよね、テープテープテープ、うんうん、でテープが真ん中にあってサイドにねスピーカーがあって、まあ、持ち運びできるやつがあるので、ラッパーが持ってる、そうそうそうね、よくね、なんかラッパーさんが肩に担いで、はいはい、うん、ああいう感じですか、うん、ああいったのお部屋に置いてて、でね、テープかけながら、はい、まあ、ラジオもちろん聞いたりとかして、うん、よくねテープで流してたんだよね、このブルース・スプリングスティーンの耳に入ってきた曲ということで、うんうん、はい、それではそちらを本日はその1曲流していきたいと思います、はい、
またヘッドホンがないのとはまたね、ちょっと感覚が違って面白いね。本当はなんかこっちがちょっと不便なのがそういう、うん、カメラ見ちゃうか。あ、待って、この人って、うんうん、あ、違うか、ハスキーボイスですか。違う、なんかウィアーザワールドに出てないですよね。あ、この今歌ってる人、うん、あ、そうそう、ハスキーボイスって、このハスキーボイスだよ。なんか顔が見たことある、ね、うん、ウィアーザワールドとかね、出てます、うん、出てる、なんか、うん、あれでもうダミ声で歌ってる。そう、彼、彼か、そう、彼若い時はね、そこまでダミ声じゃなかったわけ。あ、じゃあこれ若い時の。そうそう、若い時、今声聞いたらなんかそんなにあれだけど、うんうん、私で多分そのウィアーザワールドとかをめっちゃ PV 見てたんですけど、うんうんうん、なんか見と、なんか似てるなと思って、うんうんうん、あの時はめっちゃなんだろう、すごい声の特徴のある声だったから、うんうんうん、聞いたらすぐ分かる。そうそうそう、で今顔見たらなんかあれ見たことあるなと思って、うん、多分これまた30代ぐらいかな、若い時だと思うけどね、はい、うんうん、あの声が売りだと思ってました、私、うん、この時はね、そんなダミ声全然ね、うん、ないけどね、うん、そうなんだ、うんうん、あの声もすごい素敵ですけどね、うん、やっぱ特徴あっていいよね。そう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 、うん、今もまだ歌ってるかな、もう70代になるんですね。なってるはず、絶対70代乗ってると思うけどな、うん、曲終わったら、うんうん、稲嶺さんが今日のトークテーマで始めましょうか、ね、うんうんうん、オッケーオッケー、うん、ツイキャスのもあれだね、この人すごいね、みんな見ながらやってるんだね。ね、そうですね、うん、たまにここでずっと収録する人みたいな、あの A スターは使わず、うんうん、B スターっていうんですけど、うんうん、うちの B のスタジオでやる人たちも結構いるので、うん、収録組は、うん、なかなかあっちが生放送で使ってることが多いので、うんうん、ブルース・プリングスティーン、うん、この人はイタリア移民なのかな、多分あの辺系だと思うけどね、イギリスじゃなくて、うん、でもそうですよね、うん、イギリスか、うん、うん、はい、はい、まあ、今日のテーマ、はい、本日のテーマは、はい、テーマの話ですね、今日のテーマは、ネット広告クリックしたことありますかということで、はい、うん、で多分佐藤さんなんかはね、インスタとか、まあ、SNS も、まあ、よく見てるかなと思うんだけど、 YouTube とかもね、そうですね、うん、テレビよりも、うん、今はスマホの方がよく見てる気がしますね、うん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 、一応テレビはお家に、お家にあります、うんうん、ありますけど、うんうん、でも本当に朝ニュース見て、うんうん、で夜見るかな、うん、見たとしてもなんかそのネットフリックスとか、うん、似てる、自分もそんな感じ、そうそうそう、やっぱりネットフリックス見てるの、ネフリも見ますね、うんうんうん、なんかそこで気になるドラマとか見ることがある、うんうん、なるほどなるほど、うん、そうか、やっぱりテレビ見る時間減ったんでネット時間が今増えてて、はい、でね、ネットでもやっぱり SNS とか YouTube もやっぱり見てるの、 YouTube も見ます、見ます、うんうん、あれ結構広告ね頻繁に出るよね、で私それと YouTube に関してはプレミアムに入っちゃって、うんうん、ああなるほどだからあまり YouTube の広告はまだ今見てないんですけど、なるほど、でプレミアム入った理由は何か、あ、それはやっぱりなんか、あの曲を、うんうん、音楽とか、うんうんうん、その聞くことが多いので、うんうん、でその途中で止まるじゃないですか、必ず、はいはい、あの絶対入るし、うん、広告がね、そうそうそう、それで、うん、その携帯、うん、あのスマホいじるのが、うんうん、こうやってスキップとかなんかいろいろされて、うんうん、ちょっと、うん、あれだな、面倒だよね、面倒だ広告作ってる人にあれなんですけど他で、あのそのなるほどね、そうそうそう、なので、うん、一番すごい、うん、YouTube に広告があるっていうのが、うん、頭にあったんですけど、うん、まあ、それでじゃあプレミアム入って、じゃあ今はもう広告もなしにもうずっと YouTube 楽しくいいよいいね、でも、うん、あのなんだろうな、動画とその、うんうん、あの動画じゃなくて
なんで記事とか、うんうん、そういうインスタとかは、うんうん、っていうのはなんか全然あんまり広告自体そんなストレスに感じたこと、うんうん、私はないんですけど、うんうん、逆に、うんうん、なんだろうな、新しいサイトが始まるとか、はい、こういうキャンペーンやってるとかっていうのが、はいはい、まあちらっとでも入るじゃないですかね、うん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 、だからその時は、うん、なんか私はそれについてちょっと押しちゃったりとかすること多いですよ、うんうん、なるほどね、うん、結構ね、まあ大手っていうか、うんうん、結構大きいナショナルブランドとかね、ところは広告出したり、まあセールだったりとか、新しい何かね、はい、まあ新しい、まあ、カードの割引が、まあね、割引というか特典ついてるとか、うんうん、ね、マルテンさんとかね、なんかいろいろね、結構出てきますよね。はい、でそれで、うん、なんか、あ、チェックしようみたいな、うん、なんだろう。見逃さない、うん、そういうなんですかね、うん、今メール、うん、メルマガとかも、うんうんうん、あんまり来ない、なんか昔に比べてあんまり、うん、多分自分が登録してないのか、うん、まあ、減ってるというか、なるほどね、一応メールも見てはチェックしてるの、あ、そうですね、なんか私すごい迷惑メールが今多くて、うん、これ G メール使ってるの、それともなんか普通の、あ、普通の G メールも使うんですけど、うんうん、Gmail よりはなんか既存 の、 その携帯のアドレス、うん、あ、なるほど、昔からずっと使ってる携帯の、そうそうそう、うん、ずっと変えてないんで、そのあの、ね、周辺とかをしてなくて、うん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 、本当に中学生ぐらいからずっと同じ、あ、なるほどね、じゃあこのメールアドレスは使ってて、でも広告が結構来るみたいな、あまりちゃんとメールを見て、うんうん、メールのメールマガジンみたいな、うん、気になるやつとか、うんうんうん、本当に少人数じゃなくて少ないんですけど、うん、なるほどね、あってなるとやっぱりあれなんだ、こうメディアっていうか、あの、まあ、SNS とか、まあ、いろんなね、 YouTube だったりインスタとか、うんうん、まあ、まあ Gmail もメールもあるし、媒体によってなんかね、まあちょっとうざったいというかね、うん、頻繁に出るような広告とあまり気にならないような広告もやっぱりあるって感じだね、じゃあね、今ですね、なんかタイミング、うん、自分のタイミングと合ったら、うんうんうん、すごいありがたい、うんうん、なるほどね、ありがたいな、うん、あ、こんなキャンペーンやってるみたいな、なるほどね、そうかそうか、で佐藤さんがこの広告見るときに、あ、見たときにか、はい、見たときに、あ、見たときに、あ、ちょっとこれ嫌だなっていう広告って、ちなみにどんな広告、あ、でも、うんうん、よくあるのはゲームをしてると、うんうんうん、ゲームの待ち時間でその他のゲームの、うんうん、なんだろう、広告が入るんですよ。ああ、なるほどね。そうそうそう、それが結構これすぐスキップはできない。そうそう、ある程度そのなんかシチュエーションみたいなのを見て、うんうん、まあ、それか自分でなんかその試しでやるみたいなゲームの、うんうん、あれがあるんですよ。うん、なんかそれは結構あのストレスというかね、うん、もう早くまとばしてゲームを、あ、なるほどね。たまにそうやってスマホゲームやったりするんですけど。うんうん、たまにそうですね、今はなんか結構前まで広告なかったのに使ってたゲームが最近になって、あ、広告が入るようになったんですよ、多分ね、それね、利用者が多分増えてるからだと思うよ、増えてるんだ、うんうん、そのゲーム自体の、うん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 、増えると結局広告主は、はい、たくさん人が集まる場所に広告を出すので、あー、ゲーム利用者が多分増えて長く使ってる時間も増えてるとか、うんうんうん、っていうデータとかを見てて、なるほど、うん、あ、ダウンロード数ここ伸びてきたなと、そう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 、広告入れてさらにみたいな、うん、やっぱりね、人が集まるところで広告出すので、はい、そうかそうか、でも私もそのゲームの広告でそのゲームをダウンロードしたんですよ、うんうん、あ、広告でダウンロード、なるほど、別のゲームやってたらそれが出てきて、ね、うん、面白そうだなと思ってクリックして、うんうんうん、ダウンロードしたらハマっちゃったっていうのがあります、うん、なんでね、今日こんなテーマしたかっていうと、うん、で自分はまあね、あのオープニングでも言ったんだけども、ネット集客の、はい、まあ、支援するための、まあ、支援業をしてもう20年、はい、まあ、専門家として、はい、中小企業の代わりにこうネット集客のお手伝いしてるんだけども、はい、でその時にやっぱりネット広告を代わりに出すことってもう18年ぐらいネット広告をこう、ね、企業さんの代わりに、まあ、はい、まあ、裏方というか黒子になってやってるんだけども、うんうん、このネット広告もね、まあ良かったり悪かったりで、いろんなネット広告の種類も変わったりして、まあ、僕らはその辺勉強しながら出してるんだけども、見てる方がどう思うかってすごい大事で、はい、うん、でそれでいろんな人に会ってあの話を聞いたりとかしてるんだけども、リサーチで、はい、うん、
で、そうですか。うん、で佐藤さんなんかにも聞いてる。まあできたらねリスナーさんからもねそういった声なんかをね、はい、今後いろいろ聞いてみんなどう思ってるのかなっていうところを聞ければ、うん、僕らもそのリスナーさんとかねまあ航空見たい人は誰もいないので普通に見てる時になんか、うん、まあうざったくないというかね、うん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 、まあ自然な広告みたいなことを出せていくと、はい、まあね中小企業さんもね喜んで広告出しやすく、そうですね、出していくみたいな、うん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 、っていうのがあるんで、いろいろねこういった話をしてて、まあ、聞いてリスナーの聞いてる方々が、はい、広告って、まあ、意外となんか自分たちでもできそうかなっていうのもね知ってもらえたらいいかなと思ってね、そういったテーマに、うんうん、まず PR をして、まあ、不特定多数の人に知ってもらわないと、うんうん、なかなか、そうだよね、意味がないというか、うんうんうん、広告、そのウェブ広告を出す、うん、そう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 、だから、多分あれですよね、その企業さんからのどういうのを宣伝したいとかっていうのは聞いて、うん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 、ガチさせないといけないじゃないですか、うんうん、そうそう、そこいい、なんかねいいこと言うね佐藤さん、実はそこがねすごい大事で難しい、うんね、実は、うんうん、相手のその企業さんはいっぱい多分伝えたいこととかあるだろうけど、うんうん、それをねなんか一般の人たちに言って伝わるか、うんうん、これはみたいな、そうそう、ちょっと難しそうですね、うん、難しい、うん、難しいけども、でもやっぱりね今こうして2人でお話ししてるじゃないですか、はい、でまあこういった時もそうだし、普段のまあ友達とおしゃべりしてる時もそうだけど、うんうん、相手のことをねちょっと意識して考えて話したらね、うん、でそのね話も弾んだりとかね、うん、するじゃない、自分のことばかり一辺倒でずっとしゃべるよりかは、うん、ってなると広告も一緒で、やっぱり広告を見てる人たちが、はい、興味関心あることなんかなとかね、うん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 、どんなのが好きなのかなとかっていうのを考えながら、うん、実は広告出すと意外と反応がいい広告が、うん、取れてくる、自分が言いたいことばかりを伝えると、うん、結構ねやっぱりうざったい広告、さっきの YouTube とかもね、うん、まあそうだと思うんだけども、自分が邪魔されるの嫌じゃない、ね、なんか、ねね、集中してる時に、うん、だから多分あんまりじっくり見るってことは、うんうん、私もあんまりしないんですけど、うんうん、本当になんだろう、気になる、たまたまじゃあ、うん、なんかセールがあったらまとめ買いしようかなとか、うん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 、ポイント貯まる時に買おうかなって思ってた時に、うんうん、じゃあアマゾンっていうそういうの、うん、2つの企業で迷ってたら、うんうん、あ、1つの企業はそうやってなんかポイント2倍とかやってるみたいな、はい、ボーンって出てくると、うんうんうん、やっぱ行っちゃいます、うん、そうだよね、やっぱりお得感が、ね、あったりとかね、そう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 、うんうん、そうなんだよね、やっぱり広告自体もやっぱりこうマナーみたいなね、トーンとかもねすごい大事だし、この辺うまくやれば、はい、まあね、喜ばれる広告はないんだけども、まあ、気になる広告になったりとかね、そうですね、うんうん、なんかそれこ そのインスタとかでも、うんうん、フォローしてないけど、うんうん、関連されてその、うん、情報が流れてきたりとかすることがあるんで、うんうんうん、なんかそれも広告なんですかね、うんうん、あ、それも広告、広告、うん、やっぱりこの今ね、この辺プライバシーの問題があって、はい、あまりそのなんですかね、ネットを使ってる人のどういったことに興味関心があるかって、うん、実はね、うん、クリックしてる情報とか、うん、プロフィール情報とか、ああいったのからデータをこう集めていくと、はい、それをこうね分析していくと、うん、この人はこういった傾向なんだとか、これが好きだとか、つながってる友達とのつながり見ながら、はい、この人の特性なんかが全部データとして、もうなんていうのかな、もう整理できちゃうみたいな、へー、うん、すごい、うん、でこれがあまりにもやりすぎたの で最近はちょっとね、そこまでデータ取らないように個人情報プライバシーはあまり、うんうん、尊重しましょうみたいな傾向があるので、少しずつデータ取り方を変わってはきてるんだけども、実はね、何が、まあ、僕のことももちろん自分自身も、うん、自分がどういったのが好きなのかっていうのは、うんうんうん、そのこう媒体は分かってるので、はい、それでねおすすめ広告がどんどん、あ、出てくる、うん、僕もどんどん出てきます、うんうん、そうですね、それはなんかすごい私的に嬉しいというか、うんうんうん、なんか今検索しても、うんうん、その検索に関連付けていろいろ出てくるじゃないですか、そういうのもありがたいなと思うんですけど、うんうんうん、はい、あ、これもあった、これもあった、うんうんうん、なんかね、広告とかも、で、あと僕がね、思ったのちっちゃいお店とかちっちゃい会社、うん、で、まだまだこういった広告使ってないんで、あ、そっかそっか、うん、で、多分ね、広告っていう言葉自体は、
まあ、僕ら世代から見ると結構お金かかる、はい、テレビとか新聞とかラジオとか雑誌とかかなりね、お金かかって、広告ってやっぱお金かかるんで、僕らちっちゃい会社とかお店は無理だなって思ってるところが多いんだけども、はい、ネット広告はね本当に数万単位で出せるんで、実は結構敷地がかなり低い、低いんでできるんだけども、意外と使ってないなっていうのが僕の印象で。あ、そっかそっか、やっぱりあれなんですか、ちょっと難しいと思っちゃうんですかね。なんか佐藤さんのね友達とかでなんか商売してるとかいる、あのなんかねビジネスして自分で起業したりとか。あ、でも、これからしたいっていう友達は結構います。なるほどね。今まだなんか準備段階とか、それとかあの個人でやってたりとかはあるんですけど、なかなか、そうですね、どうやってやってるんだろう、多分ね、その世代は僕ら、まあ僕の知ってる限りでは意外と広告使ってる、こういった起業家とか、情報がねやっぱり自分たちで調べて、で昔の規制概念とかないんで、はい、意外にあのネット広告使ってる。あ、じゃあこれから始めたりとか、まあ、私も20代なんですけど、それから起業する方たちは結構じゃあ最初にその SNS を活用して、そう、確かにそうですね、使ってるけど、逆におじさん世代、あの50代60代とか、もう既存でも元々昔から会社をやられててとか、そう、そういった世代は意外とネット広告を実は躊躇してるっていうか、はい、まあ、情報自体を知らなかったり、まあ先入観だったりとかね。そうですね、なんかなかなか広告ってすぐには反響来ないじゃないですか、やっぱりもう地道に出していくしかないですよね。そうそうそう、すごい、そう、本当にそう、私は今思ったんですけどいや本当にそうだよ、ね、だからそれって売り込む大変ですよね、結構そう、見えにくいっていうのは、やっぱ一撃で、もう一発でヒットする広告ってなかなか、ね、ほぼ無理、なかなか聞いたことないですよね、やっぱり僕らも3ヶ月とか6ヶ月とか、まあ、中には1年近くとかテストして、はい、あ、こういった広告出したらうまくいくなっていうのを実験して、ようやくその後から、あ、なるほど、うまく広告活用できるような、はい、それぐらいのスパンなんだね、実は、いくらデザインとかそれで、よくても、それがみんなにヒットするかとか、なんか分からないですよね、その時間が経たないと、そう、集客というかその、ね、データを出すには、そうそうそう、あ、そっか、そこのねあれもあるかもしれないですね。だからね、まあそういった世代とか、まあでもこれからどんどんそういった情報が流れていくので、まあね、みんな活用するのはね、大体ウェブとか、今ね、なってくるから、これから絶対、楽しみなのね。なんか知ってもらって、なんかテストでもやってほしいなって思ってて、まあそれを使うためにはね、自分自身がこうね使っている人たちが広告とかをこう見てどう思ってるかとか。あの出す側になっていろいろ考えてほしいなと思ってね、そういった今日のテーマにした理由もね、あ、なるほど、聞いてて、じゃどんどんそうやって個人でやられてたり、中小企業の方とか、まだそうやって広告、そのウェブ関係とか SNS にまだなんか躊躇している方とかがいらっしゃったら、気軽にできるんだよってことですね。そうそう、気軽にできるんで、まあ、ぜひねやってほしいし、ぜひ使ってほしいしね。なんかそういう始めたいっていう方はまず何からやればいいんですかね。そうそう、これがね意外とみんな分かってないっていうか、自分でやろうとかってする方多いと思うんですけど、ホームページとかもそんなに分かんない人多いじゃないですか。そうだよね。で今情報がありすぎて、聞くね、いろんなところから、まあこれもね広告だけども、広告で、まあね、稼げる系の広告だったり、いろんなね、まあ、ネット活用の話とか、まあ、そういった、ね、たくさん情報がもうありすぎて選べないっていう人たちもいるし、で一方さっき佐藤さんが言ったみたいに、まあ、自力でやろうとして失敗するみたいな人たちも結構いるんで、やっぱり専門家にこう聞いてやった方が意外と早いみたいな。じゃあ稲峰さんたちの、みたいに、提案とかいろいろ、まあ、こちらで作っていただけるとかっていうのもあるってことですよね。そういった人たち調べればいっぱい出るので、まあ、空手やるときもねやっぱり自分でやるよりも習った方が早いん で、プロに一回、ぜひ、ね、相談してみてという形になりますかね。そっかそっか、今はなんか当たり前になって、私たちからしたら当たり前になっちゃってるんですよね、ウェブ広告が、まだ浸透していないというか、まだなんだろう、もったいないですね。まあこれからねどんどん知ってもらって気軽に使って試してほしいなっては思ってますね。そっかそっか、じゃあお時間もねそろそろ、意外とあっという間に来ました、
今日はウェブ広告、皆さんクリックしますかね。そうですね。気になる方いたら、ね、うんうん、ちょっと広告、どんな広告あるのかなと、うんうん、私も、うんうん、南峰さんと喋ってて、はい、そのどういうウェブ集客ってどういうものなんだろうとかで、うん、なんかちょっとついつい調べているんですけど、うんうん、ちょっと気にして、そうだね、そう、自分が気になる広告とかちょっと探してみたいなと思います。うん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 、いい広告、嫌な広告っていうのを、ね、どんどん感じてストックしとけば、出す側になった時に、そうそうそう、うん、それが活かせると思う、うん、ね。ラジオ聞いていただいている方も、ぜひ、うん、なんか、こういう面白い広告あったよとか、うんうん、こんな広告がいいなとか、あ、そうだね、ご意見があれば、うんうん、ぜひお聞きしたいですね。情報ね、うん、聞いてみたい。じゃあ今日はこの辺でお時間となりましたので、はい、終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは来週ですね。はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。はい、はい、さよなら。はい、ありがとうございました。さよなら。そっか。よし、ありがとうございます。はい、ちょうどですね。ちょうど。そうか、黒終わりのエンディングのあれだね、トーク前ちょっと僕用意したんだけど、今日ちょっと忘れて、うん、書いてた方がね、そうそうそう、あった方がいいな。まあ、あの他のパーソナリティさんも、うん、あのなんかそういった感じで終わりに行ってたので、はい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 、あ、そういった方がなんかね決まり文句にはなるかもしれないけど、あ、ね、終わり方としたらいいかなと思って、まあ、そうそうそう、うん、まあ、終わる時に、うん、なんか時間がめっちゃ余ってたらちょっと、うんうん、あの どこを終わりにしようかちょっと悩むじゃないですか、うんうん、はい、でもそのなんか決まり文句があったら、うんうんうん、あの全然なんか悩むっていうか、うん、あれがないので、うんうん、いいかなと思う。あ、そうだね、ちょっと今度用意して次回は使ってみよう。次回ね、それでもし準備ができてたなら、うんうん、OK、 OK、 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よかった、一本取りできた、うん。もともとはなんかもう音楽とかあんまつけなくて声だけ撮って後でなんか編集するっていう作業があるんですけど、うんうん、あ、そうこれでもできる。おー、ツイキャス終わりますね。あ、オッケー、お疲れさん、お疲れさんです、うん。